えー、それでは、えー、続いて、えー、一般発表への後を移りたいと思います。えー、最初にあの繰り返しになりますが、えー、ズームで参加された方はマイクをミュートにお願いいたします。またあの質問はスライドゥの方からお願いします。スライドゥの URL は、えー、ズームの方はチャットの方に、えー、YouTube ライブでご覧になっていただいた方はあの、下のテキスト情報のところに、えー、リンクされております。 でもし SNS とかに投稿される際は、ハッシュタグは小文字でホスホー GJ ジジでお願いいたします。それでは、一般発表 A の後、ヘテロ DB の海外さんによる GPU が開く地理情報分析の新たな地平 GPU 版ンポスト g i s の実装と検証ということで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますえっと、これの方、大丈夫でしょうか大丈夫です。はい。はい。じゃあ,あの、ご紹介いただきました。 ちょっとハウリング、これ場所的にちょっと音が跳ね返りやすい、少し移動しましょうか。ノート PC なのでね。<laughs> なんか屋外に <laughs>。今、屋外にいます。<laughs> 屋外に出ました。えっと、これでどうでしょうかよ。よくなったと思います。はいあ空はこんな感じですね。はい <laughs> えっと、じゃあ、ご紹介いただきました。あの、ヘテロ DB の海外です。よろしくお願いします。えっと、GPU が開く地理情報分析の新たな知恵。あの、まず、自己紹介からちょっと、えー、させてください。あの、私、ヘテロ DB 株式会社と言いまして、あの、ポストグレスを GPU で高速化するというようなことをやっております。で、あの、もう、かれこれ、そうですね、最初のバージョンの、えー GPU 高速化機構を作り始めてから8年ほどになるんですけれども、あの、今年ちょっと、えー、新たなネタとして、まあ、あ GIS 関連であのポスト GIS お使いの方が結構いらっしゃると思うんですけれども、あのそのポスト GIS の関数群を、えー、GPU で実行するというようなところを、えー、作りました。で、あの、まず、 そもそもお前の作っている GPU 高速機構というのはどういうようなものなのかといいますと、ポストグレス、まあ、皆さんご存知かと思います。で、えー、っと、ポストグレスの拡張モジュールとして、えーまあ、我々の作った PG ストロンというモジュールがあります。でこの人はあの何をするものかといいますと、ポストグレスのフックを使って、まあ、SQL を実行する、えー 一連のプロセスをあの一部、えー、モジュール側に引っこ抜きます。そこであの GPU を使って高速化するというようなもので、まあ、いくつか、あのー、主な機能はあるんですけれども、あのーまあ、ポチ、えー、いくつか、えー、とこれマウスカーソルは向こうでも見えているのかな、えー、ポチがいくつかあるうちの最後のコスト GIS 関数のサポートというのが、えー、最新の一つ機能になります。 で、そもそも GPU 何ぞやっていうようなこともありますので、えー、簡単に説明しますと、この人はあのワンチップにものすごいたくさんのコアを、えー、搭載しているプロセッサーになります。で、えー、っと、あ、もうこれは今となって一世代前ですか。えー、テスラ V100 のこれブロックダイアグラムなんですけれども、あのこれワンチップに5120コア乗ってます。で、この 5000コアを並列に利用して、あまあ、スパコンであるだとか、シミュレーション CG、機械学習というようなところに、えー、適用するものでしてで、得意な分野としては、同じ計算を大量のデータに並列実行するというようなところなんですね。で、えー、っとこれ、まあ、同じデータに対して大量の計算を、えー 実行するというようなものを典型的にはあの、まあ、行列計算とかもありますけど、これ実はデータベースの、えー、大量データ処理なんかも同じになります。で、えー、まああの地理,データ、えー、地理情報の分析といってもいろいろ種類はあるんですけれども、今回特にターゲットとしているのが、あの エリア定義情報、要はあの例えば市町村だとか商店街の範囲だとか、えー、あるいはもろもろ GIS 上ではポリゴンで定義されるような、えー、エリア定義情報と、あともう一方は例えば携帯電話の,、えー、の GPS で取ってきた位置情報であるだとかあの車の、車とかドローンとか、こういうとにかく動くものの、えー、位置情報ですね。これの突合をやる っていうところを、えー、デーータベースで、高速にやりたいとで、えー、それを実現す、えー、それをそのためにあの実装したのが GPU 版の PostGIS なんですけれども、まずまあこの辺はもう皆さんご存知かと思いますけれども、PostGIS、これはあのデータベースで GIS の演算を実装するために作られた えー、機能で、まあ、あの、もうかれこれ15年前になるんですね。バージョン1がリリースされてから、それからずーっと継続的な開発が行われてきていて、例えば距離を計算する ST ディスタンスであるとか、ある点がある範囲に含まれているかどうかを判定する、えー、ST コンテインツ、えー、もろもろっていうようなが、まあ、あの、えー、もう軽く数えただけでも100個以上定義されていると、そういうようなあの非常に機能リッチな関数分です。で、まあ、あの、 えー、ちょっとグラフィカルに書いてみるとあの、ジオメトリ間の距離を計算するものであるだとか、えー、方眼関係、あるいは交差判定、こういうような関数がいろいろあります。であのあもちろん CPU で実行する場合でもこれあの、いろいろ高速化の手法があって、1つがあのバウンディングボックスあの。例えばこれ、滋賀県の形だとか、東京都の形。 あるんですけどじゃあこれ、あの互いに交差していますかっていうところでも、もうあの東京都の形を包含する、えー、長方形領域、あるいは滋賀県の形を、えー、包含する長方形領域、これの左上と右下の座標を見たら、もう明らかに接してないから、こんな、えー、各ポリゴンの各点を調べるっていうことは必要ないんですけれども、例えばこういうふうに滋賀県と岐阜県、えー、隣り合っているものに関してだけは、あの チェックするよううにしましょうまょ、あ、要は、あのもう当たり判定を早々に切り上げるための機能。で、えー、もう1個があのインデックス。これはちょっとあの後で詳しく説明しますけれども、R3 を用いて、えー、あるポイントに引っかかるポリゴンをあの高速に絞り込むというような機能です。ちょっとこれはあの後ほどもう少し、えー、丁寧に説明します。時間あるかな で、えー、なんで、じゃあこれ GPU で SQL を高速化できるのか、ポスト GIS の関数を含む SQL ということなんですけれども、あのー、SQL のワークロードの特性として、まあ、同じ条件区、ウェア区に、あのー、検索条件書きますよね、stcontains なんちゃらなんちゃらみたいなものを、例えば100万行あるようなテーブルに、 え対して、どわーって実行するっていうのは、これまさに行列計算と同じように、同じ計算を大量のデータに対してえ実行する。つまり、CPU であったら、例えばまあ並列で処理した場合でも、高々1、2、3とか、そんな感じですよね。で、これを GPU の数千コアで並列にやったら、非常に速くなるというのが、ベーシックな考え方です。 で、えー、っと、ちょっともうベルがなっ,、ま、なっちゃって、ね、少しあ少し焦って、えー、早送りしますけれども、えー、っと、GPU でポスト GIS の関数を実行するケース。まあ、これは非常に簡単なケースですね。あの stcontainsA、B ってやつ。そうすると実行計画見ると、カスタムスキャンの GPU スキャンで、GPU でこれ stcontains というのが実行されて、あの、これ、 SQL を実行している裏側で GPU 用のバイナリーが自動的に生成されています。カーネルソース、カーネルバイナリー。で、まあ、あのこれはもう、えー、機械的に生成された GPU のためのコードなんですけれども、これを、えー、裏で実行時コンパイルして、で、パラレルに5000コアで実行するというようなものですね。で、例えば200万個のポイントがあって、それを指定領域内でどれぐらい、えー、存在しているのかっていうのをカウントすると、GPU を使った場合、まあ、 こっちのケース、えっ、ー、と、75ms で CPU の場合、えー、330ms というような感じになっています、ね。まあ、このワークロード、こういうようなイメージですね。あの、この領域内に200万個点を打って、この範囲内に存在する点の数をカウントしました。で、あの、 そもそもの、じゃあ目指すところとしては、あのポリゴンと座標の突合をやりたいと。今のは、あの1個のポリゴンに対して、えー、検索をするパターンでしたけれども、エリア定義情報が複数あった場合、これどうなるのか。これ、あの、もうナイーブにあの数万通りのエリア定義情報と数千万件の,あの点情報を突合しようとすると、組み合わせの数もあの1兆件超えちゃって、焼け石に水なんですね。これ、焼け GPU に水冷です。 あのえー、向こうからの反応が返ってこないというのは非常につらいんですけれども。で、そこであの対応したのが、まあ、冒頭少し申し上げた実装インデックスのお話になってきます。これはどういう仕組みになってくるかというと、R3 を Postgres に実装したものなんですけれども、あの3構造に、えー、3構造を使ったインデックスなんですけど、例えばこれ、R1 という四角形を見てみると、この大きな領域。 に被りますこの R1 っていうのはその3かには R3、R4、R5、さらに R8 から R14 までの領域を全て含む長方形領域で、であ,のある点で検索したときにこの長方形領域の中に入ってれば、まあ、その、えー、下にある であの下にある領域にまたさらにあのヒットする可能性があるんですけど、その長方形領域にそもそも入ってなければ、えー、マッチする可能性がありません。だからもう、えー、枝としては切り取りできるというような代物なんですね。例えば、これ品川区の図ですけれども、左上の座標が、あもうここ目黒区の辺りですけど、Xmin、Ymin。で、こっちは、えー、右下、大田区の方ですけど、Xmax もあります。つまり、この四角形の領域に入っていれば、 あの品川区の中に入っている可能性がある。で、さらにその中で、あのさらに小さく五反田のあたりはどの辺だとか、大崎のあたりはどの辺だとかっていうようなふうに、どん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 小さい領域に細分化していくというものなんですよね。で、えー、これをあの、このリストインデックスの検索を、えー、GPU 上位の一要素として実装しました。で、えーまあ、これ、CPU と比べて単純に並列度が高い分、検索速度も速くなります。 でこれ、もう単純に、えー、国土地理院からダウンロードした市町村の形状データと、もう、えー、それこそ日本全国を包み込むような、ランダムに生成した点で、えー、じゃあ、各市町村ごとにどれぐらいのカ,、えー、カウントがあるのかっていうのを計算してみました。そうすると CPU で実行したところ 24.、24.4、えー、たい24.5秒。GPU だとこれが3.7秒になって、まあ6倍強の高速化。 実行計画を見てみると、まあ確かに CPU 版、ここ、ジョインのところで24.8秒、えー、かかっています。あ、これでちょっとさっきの数字と少し違ってますけど、だいたい同じですね。で、GPU の場合、同じように、えー、GPU ジョイン、ここで3.7秒。つまり、ジョインのところがやっぱり一番あのワークロードとして中心になるんですね。そこを高速化しましたというような話になります。で、ちょっと もう時間がないのでここはスキップしますで最後、あのこの PostGIS と g i s t ンデックスを使って実ワークロードの性能評価というのをやってみました。これは何をやったかというと、ちょっとあのご私の知人にご紹介いただいた1データのアプリケーションを作っている方がいらっしゃいまして、あのここで使っているあの、えー、各都道府県ごとにどれぐらいの駅を訪問したのかというような、えー、ワークロードの高速化なんですけれども、えー ま、工夫としては、まあ、あの、すごい近い駅は、もう一回で訪問したことにすると。つまり、あの、距離計算を行うわけですね。うわぁ、もう時間ないな、ごめんなさい。で、えー、とにかく、あの、最後、集計するクエリを実行してみました。そうすると、CPU の場合、えー、560秒ぐらいかかっていたのが、GPU だと30秒ぐらいでこれ、あの、集計結果を作り込むことができるんですね。まあ、これ、あの、最終結果を、あのー、 別のテーブルに書き込んでるっていうためにあの CPU のパ,、えー、パラレルが使えないっていう面は一方であるんですけれどもこういうふうに実とインデックスの GPU 対応を行うことで実際のワークロードに対しても高速化を行うことができました。ということで最後まとめなんですけれどもあの GPU 版の PostGIS これはあの、えー、数千コアで並列実行するための機能です。 用途としては、例えば携帯電話とか自動車だとか、こういうデバイス,バイスから生成された位置情報と、何らかのエリア定義情報、これを突合するために利用するということでして、あのプログラム自体はオープンソースとして GitHub に出ていましてあの、ドキュメント等も公開されていますので、ぜひご覧いただければと思います。どううもごご清聴ありがとうございました えと私からはこれで以上になります。すみません、ちょっとあのマイクもたついて、海外様どうもありがとうございました。えっ、ー、と、いつくつか質問が来ておりまして、まず、その都度実行バイナリーを生成すると、実行速度が遅くなるとかないでしょうかという質問が来ておりますはい、えっ、ー、とじ、これ、昔はねあの、実はすごい遅かったんですよ。 ただ、あの、今はこれ、あの、ポスト GIS 関数の GPU 版のメインの部分は、もうプレビルドで持っているんですね。で、実行時に生成するっていうのは、どの部分かと言いますと、ポスト GIS 関数のこれを呼び出すっていう、あの、部分だけなんです。なので、あの、実行時ビルドする部分は、あの、かなりちっちゃくなっています。で、あの、 もうそれこそレイテンシーで言えば、10ms とか 20ms とか、これぐらいのビルド速度の低下で今は済むようになっていますので、実はあんまりあの影響するっていうほどのものではなくなっています。あとは、まあ、1回ビルドしたらあの、それはキャッシュで持っているっていうところもありますね。はい、どうもありがとうございます。あと、他にも、ま、結構質問来てるんですけど、えっ、ー、と、 PG ルーティングへの対応計画とかあるでしょうかという質問がきておりますが <laughs> あのふく。PG ルーティング自体はものすごくあの関数の中が複雑というか、リッチなあのライブラリなので、はい、そこまではまだ、ただあの、例えば案件とかでご相談いただければ、ちょっとは、まあ、あのこれしだいで <laughs> 頑張ります。<laughs> <うも> <laughs> はい、あと <laughs> えっと、じゃ、あ最後の質問で。えっ、ー、と。えー、あ、終わって、終わっちゃいましたね。はい、はい、えー、それでは、ちょっとすみません。あの、終わってしまいましたんで、これで終わりたいと思います。あの、質問の内容、後で、あの、共有したいと思いますので、よろしくお願いします。はい。どうも。あの、貴重な機会、ありがとうございました。ありがとうございました。 それでは、えー、会場一般発表 A の号終わりこれで終わりたいと思いますどうもありがとうございましたありがとうございましたこれ